医者の収入医者の収入,医者の収入はめちゃめちゃピンキリですね正直あの、ま。ざっくり大きく分けると、ま、大学病院にあまあ勤務医か開業医かで勤務医にしても大学病院に勤めてるかやっぱりその、ま、市とか区とかがやってるような病院だったり民間病院に勤めてるかで結構違います。で医者にもバイトがあるんですけど。 やっぱりね、その、まあ、あんまりこう名指しでディスるわけではないんですけど、大学病院っていうのは結構その、なんて言うんだろうな、研究機関として必要なお金もすごくかかるので、民間のそういう区とか、まあ、市とかがやってる病院に比べると平均年収は低いとは言われてますね。で そこのやっぱりギャップを埋めるために医者のバイトをやっぱりやるのが大学病院に勤務しているドクターだとスタンダードな,なんか感じなんですかね。医者のバイトっていうのもやっぱりまあそこそこ割が良くて大体平均あれなんですよね時給1万前後ぐらいなのでバイトだけで全然生計を立てているドクターもいます。例えばその大学 に属して学会とかで論文発表してその学者としてのパワーというかそのいろんな自分のステータスみたいなのが全然俺はいいっていうドクターで割り切ってる方とかだとまず民間病院で働いてるだけだったりとかあとはそのもうなんならバイトだけで生計を立ててるドクターも全然いますね。